皆さんこんにちは。こんにちは。隅田ストリートジャズフェスティバル新引き船の、レコよもやま話でございます。今日は新しくですね、実行委員になりました倉上さんにおいでいただきまして、珠玉の、レコードを持ってきていただきましたので、ご紹介いただきましょうか。今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、今回ですね、レコードシングル版を2枚国内版を持ってきたんですけれども、今回のテーマは、なんちゃってソウル、愛すべきなんちゃってソウルっていうところを紹介したいなと思います。ソウルミュージックは本場はね、当然アメリカで、アメリカ南部ですよね、で、アメリカから世界にこうソウルミュージックが伝わってたわけですけど、今日はね、まずね、そのアメリカの要は南部のソウルミュージックを吸収して、でそれなりのものをどんどん作っていったっていうところで、私が最初これを耳にした時は確かに不動産屋かなんかの CM だったんですよね。へー、大手デベロッパーみたいな。でこれが、プロコルハルムの青い影というですね、こちらなんですけど、青い影っていう題なのにジャケが赤いっていう、そうですね、AR マン何やってんだっていうね。そうですね。はい、でこれが最初に聞いた時にもうすごくそう、もうめちゃくちゃソウルなんですよ、歌とかもね。確かにソウルフルですよね、歌い方は。で私黒人だと思ってたんですね、ただこれ実際はアメリカ人でもないし黒人でもないっていうね、白人がやっぱりそのソウルやブルースに憧れて、で自分たちなりに音楽を昇華して、なるほど、それでああいう素晴らしい音楽を作っていったっていうね、でもやっぱりどこ本場のソウルじゃないじゃないですか、やっぱりなんちゃって部分っていうのがあるんですけども、そういったなんちゃって部分が僕構成だと思うんですよ。なるほどね、でこれがイギリスの代表するプロコルハルムですね、で2枚目、これがですね、これもね、日本のね、もうモータウンって言っていいか、フィラデルフィアサウンドまではきらびやかじゃないんですけれども、キングトーンズの代表曲、グンナイベイビーですね、ちょっとね、ファルセットの声が特徴的ですよね、そうですね、でやっぱりね、本格的なこうソウルっていうかコーラスグループ的なね、のがお茶の間で受け入れられた多分最初の一枚だと思うんですよ。そうかもしれない、はい、やっぱりどちらかというとスモーキン&ロビンソンミラクルズとか、男性4人のフォートップスとか、ですね、それモータウン勢、でもフォートップスほどファンキーじゃないし、どちらかというとスモーキーロビンソン&ミラクルズに近いような感じなんですけれども、歌声がすごいこう澄んでいて、綺麗な部分っていうのがやっぱりちょっとスタイティリックスみたいなね、フィラデルフィアサウンドにも近いのかなっていう。でやっぱり当時1960年代日本の状況を考えると、やはり横浜、舞台は、やっぱり横浜の今みなとみらいだというところ米軍基地だったし、やっぱり横浜に米軍関係の人もいて、やっぱり海外から入ってくる音楽っていうのは、今みたいにもうネットとかもない時代なんで、やっぱりその米軍基地とこう関わりあるみたいな、米軍基地でライブやるとか、そういったところで一番最初に情報がこう洋楽の情報が入ってくる場所っていうのはやっぱり横浜だった、ね、東京より早かったっていうね、野毛のあたりとかね、そうですね、はい、でこういったキングトーンズですとか、あとはゴールデンカップスとかね、日本にそういうリズム&ブルースとかソウルを伝えたっていうのは、功績大きいと思うんですよね。そうですね、やっぱりでも日本人が奏でる日本のソウルミュージックっていうのはやっぱりキングトーンズの聞いててちゃんと吸収して、自分たちなりのやっぱなんちゃってなんだけれども、そこに個性が出てるっていうね、その後あれですもんね、清志郎とかにこう脈々と受け継がれてる、ね、そうですね、やっぱりどんどんね、そうやって基礎を作ってってくれた方が、でこのね、プロコルハルムね、プロコルハルムもね、そう言われてみれば確かにソウルフルだな、でもやっぱビートルズなんかもかなりやっぱりその当時の流行っていた R&B とかにもすごい影響を受けてるっていう、そうですね、この間の映画を見て思いましたね、ゲットバック、ゲットバック、はい、もうやっぱりね、こう今これがね、買ったのが青い影が、多分渋谷のディスクユニオンで、グンナイベイビーがですね、これが我が地元大田区蒲田のね
エトセトラレコードなくなっちゃったんだけどもね。あのこのエトセトラレコードで買った時にこのシングルを手にしてたら、そこの店主と奥さんがあの夫婦喧嘩しててすごい険悪なムードで買ったのを覚えてます。街のレコードがあるわけです。そうですね、はい、まあ、しかし綺麗ですね、このパッケージも綺麗です。そう、僕なんかレコードでも誇りだらけで、わりかしね、私あのあんまり枚数買わないんで。なるほど、必要ないんです。そうで、これもねマニアックなこと言うと日本グラムフォン時代なんですよね。あの日本グラムフォンはですね、ものによるんですけども、地味編とかあのあたりのアトランティック系のやつ、ポリドールとかアトランティック系のやつのグラム、日本グラムフォン版はたまに大当たりがあるんで、でも1200円とかで買えるっていう。へー、当たりっていうのはその板質とか音質の。そうですね、あの溝が深いっていう、ね、あ、そうなの。マニアックだな。なので音が結構太いんですよね、はい、当時のその日本のレコードってやっぱりプレイヤーが貧弱だったんで、溝を浅く掘ってないと針が飛んじゃうんですよ、はい、でもその中に一人 AR マンですごい人がいて、いやこんなの本物の音じゃないと、溝を深く掘ってる版がたまにあるので、もし日本グラムフォンですね、これ日本グラムフォン版、これをもし見つけたらちょっと鍵盤とか試聴してみるのをおすすめします。あのかけるときちょっと振圧を重くしておかないとね。そう飛んじゃうから、はい、飛んじゃうんでね、お気をつけください。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございました。また